て実体経済を見ますと、今朝発表された4月から6月までの GDP の速報値は市場の予想を上回る高い成長率となりました。内容をどう評価されますか？はい、かなり、高成長であったということで、中身を見ましても、非の打ちどころのない、ものであったと思います。成長率、特に前期比で見ますと 1% 成長、年率換算しますとなんと 4% 成長と、先進諸国を見ましても、これだけの高い成長率を出しているところはないと思います。ただ、これが瞬間風速で終わるのか、持続するのか、この辺の見極めが必要かと思いますが、この中の、寄与度ですね、今般、前期比 1% 伸びましたが、何がどれぐらい押し上げたか、この中身を少し、注意して見ていきたいと思います。例えば個人消費でありますが、寄与度が 0.5 ですから、今回の成長率の約半分は個人消費で押し上げた計算になります。ただ、この上昇に関しましては、2008年のリーマンショック以降行われていたエコカー減税や家電エコポイントで購入した自動車あるいは家電製品などの買い替え需要が現れているとみられます。また4、6月期は天候が良かったということで、外食レジャーが活発だったとみられます。このあたりが続くかどうか見た場合は、少し疑わしいと考えております。ただ設備投資に関しましては、寄与度が 0.4、比較的大きな上昇でありましたが、このあたりは企業のキャッシュフローが積み上がっている中で、人材不足に対応するロボット需要の高まり、IoT で生じる膨大なデータ処理のための機器や通信網の性能向上、あるいは自動車の安全運転システムや自動運転の普及で電子制御ユニットの需要が拡大しているということから、おそらく設備投資に関しては堅調な GDP の下支え要因になると考えております。トータルで見ますと、今般の高い成長は、ある意味瞬間風速的な状況だと思いますが、ただ年度末に向けて緩やかな、ある程度こうしっかりとした足取りのところまで、徐々に水準を切り下げながら、サポートをされていくと考えております。森見さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。